南高一郎の死なないための健康医学。この番組は山口敏太郎先生も通っている鍼灸院の南先生に健康になる秘訣について伺っていく健康番組です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回からちょっと、いろいろありまして、なかなか収録するのが遅くなってすみませんでした。久々の収録になります。よろしくお願いいたします。なんだかんだで新年明けて、初ですね、はい、初になっちゃうんですけれど、前回は冬だったのであれだったんですが、今はもう、桜の花咲く、ね、ちょうど、4月でして、うん、はいはいはい、撮ってる時がちょうど、まあ、満開のところも多いのかな、はい、そうですね、昨日結構天候が悪かったんで、確かに、花散らしではあったんですけど、そうですね、はい、確かにそうだった。はい、というわけで、そうですね、ひょっとしたら土日とかに行楽に行かれたりする方もいるとは思うんですけれど、春というと、お花見だけではなくて、人によっては憂鬱になっちゃう季節みたいで、はい、主に花粉症です。多いですね、皆さん、自分も昔は花粉症だったりとかしてね。そうだったんですよ。実を言うと自分は花粉症じゃないので、ちょっと自分よりもうちの先生とかの方が悩まされてる、周りの人の方で悩まされてる人は多いんで、そうですね、この時期大変そうだなって思いますけれど、はい、まあいろいろ症状がありますよね。鼻水から、はい、まあくしゃみね、あと目のかゆみとか、はい、あと最近テレビで見てこんなんあるんだと思ったのは、花粉で肌に湿疹ができちゃうっていう、そういうタイプのアレルギーもあるんだって。ありますね。それも幸いないんですけど、自分は今のところ、はい、そうですね、多くの人が悩んでる花粉症なんですけど、はい、ただまあ実際ね、やっぱり食べてるものとか、はい、生活習慣によって引き起こされてるものではあるんですよね。そう、先生は、はいはい、前花粉症で今はもう治ってるんですか？そうですね、はい、で実際自分はまあ、治ってるっていう症状は今ほとんどないんですけど、時々出るんですよ。すごい、うん、花粉が飛来してますよとか、そういうと飛散してますよとか、そういう時ですか？そういう時じゃないですよね。あ、そうなんですか？そうです、そうです。自分がね、はい、そういう風になるのはね、実は言うとね、ちょっと糖質ですね、炭水化物とか、うん、はい、少し取りすぎちゃったなって時はね、はい、出やすいんですよ。と言いますと、はい、要は体の中に糖質が入ってくると、はい、その炎症物質っていうものをね、体の中で作っちゃうんですよ、はい、まあ、エイジスっていう風に言うんですけど、はははは、まあ、体の中のタンパク質とね、糖が結合しちゃって起こるんですけど、ははは、まあ、どうしてもね、こう、まあ、自分は日常的にはそんな取らないようにしてるんですけど、付き合いとかでね、まあ、はい、まあ、どうしても取らない時とかがあって、はい、そうした後の次の日とか、まあ、数日とかはね、ちょっと症状が出やすくなったりとか、はい、逆にああちょっと出てるなって思って、ね、しばらく糖をやめるとまたね症状が出なくなって、まあ、いわゆる治った状態になるんですよね。はー、ちなみに先生は元はどういった花粉症の症状が出る感じだったんですか？いろいろですね、鼻づまりと、一番ひどかったのはアレルギー性結膜炎ですね。あ、目、そう、目ですね。目が赤くなっちゃったり、うん、涙出たり。そうです、そうです。はーはーはー、毎年眼科に通っても目が真っ赤になって、ね、うん、目薬さしてもらって、あ、目薬買いに行ってたんですけどね、はい、最近はもう全然問題なくて、もう目も充血することもないですし、はい、それはちなみにいつまでって言ったらあれなんですけど、何年ぐらい？自分はね、花粉症が一番ひどかった時が、実を言うと専門学校の通ってた時なんですけど、はははは、はい、もうね、あまりにもひどいからね、はい、半年ぐらい担当しましたね。あ、なるほど、うん、つまり、あれですか、花粉症に糖質制限効くって知って始めたみたいな、そんな感じですか？そうですね、そんな感じですね。はー、だからもう半年間ずっと一切糖質を取らないで、お肉と野菜だけの生活してて、はーはーはー、そしたらね、ふと思ったらね、半年ぐらいから楽になり始めたんですよ。うんうん、で、あ、来年の春どうなるかなと思って春迎えたらね、はい、症状なかったんですよ。その間も糖質制限のはもちろん続けて、ははは、今も続けてますからね。はい、なるほどです。はい、はい、多分糖質制限で変わるのっていうのを、はいはい、考えてるお客さん、視聴者の方が多いと思うんですけれど、はいはい、どうやったら改善するんでしょうか？はいはい、大事なのは糖を抜くことなんですけど、ただ、はい、糖を抜くとね、はい、体の方が勘違いしちゃって、はい、まあ逆にね、
少量の糖を体の中に溜め込もうとしたりとか、はい、逆に体の中の必要な栄養素をね、タンパク質とかを分解して糖にして、はい、あの肝臓に蓄えようとして筋肉が落ちちゃったりとか、はははよくあの糖質制限で失敗するって人は大体そこら辺をしっかり学ばないでやっちゃって、はい、筋肉が落ちちゃって、ただカットしようっていうことばっかり考えちゃうわけですね。で、自分はその頃から始めたのはやっぱり筋トレですよね。はあ。やっぱり糖質制限するとそうやって筋肉が減少しやすくなったりとかするんで、やっぱり筋トレは大事で、筋肉をね使ってあげれば、体はその筋肉は必要なものだって分かるんで、あ、はい、じゃあ必要なものからエネルギー使わないようにしようってね、逆に体に不必要な部分、内臓脂肪とか皮下脂肪から今度栄養を作ってくれるようになるんで、はあ、はあ、すでに蓄えられているものから何とかしようと。体にとってはね、実を言うとね、糖質が一番使いやすいエネルギーで、次がタンパク質、ね、はい、その次が脂質で、脂質が一番こう燃料にしにくいエネルギーなんだよね。だから体にとっては糖質がないならじゃあタンパク質を先に使おうってね感じで、もしエネルギーとして使いやすくなっちゃうから、はい、そこら辺は気をつけてやってあげないと、逆に体温、低体温症とか言ってね、はい、冷え性だとか、はい、余計体の方に、そうですね、体の具合なんで、いまだに自分は毎朝1時間から2時間ぐらいウォーキングとか、はい、自転車でね、はい、走ったりとか、まあ、あと30分ぐらい筋トレする日もあるし、はいはい、その日によって、まあ、いろいろメニューを変えながらね、はい、体を維持してますね。じゃあこれから始めるっていう人はまずどういう感じでやってたらいいですかね。そうですね、例えばですね、あのまあ、自分なんかは1日1食なんですけど、はい、まあ、1日3食食べてる人でも例えば主食を抜くとか、はい、うん、でおかずだけ食べる、あ、うん、なるほど。で気をつけなきゃいけないのが、はい、あのおかず食べるって言っても、はい、あの食べ過ぎちゃったりね、はい、要はあの、はい、ご飯が腹持ちがいいからって、はい、減る分増やしてもダメなんだよという、そう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 、だからね、あのよく噛んで、はい、うん、食べてあげて、はい、うん、だと慣れないうちはね、ちょっと便秘とかになりやすいんですよね。なるほど。要はあのと言いますと、ご飯そのものは、まあ、ほとんどが糖質なんだけど、はい、やっぱりちょっとは食物繊維が含まれてるから、あ、はい、その食物繊維がお腹のね洗浄してくれてるから、はい、その分お腹を洗浄してくれる、例えば海藻類とか、あ、はい、うん、あとは根菜のごぼうとかね、はい、うん、あとキャベツとか、お野菜の中でも、そうです、そうです、食物繊維の多いものをなるべく取ってあげて、はい、それと一緒にお肉類を取ってあげる、はい、そうするとあのお腹の中のね掃除もして便秘とかに悩むこともなくなるんで。なるほどです。そういうお野菜とか、お野菜とかって結構お腹も張るんですよね。そうですね、張りやすいし、はい、はい、ちょうどいいですよね。そうですね、だからダイエットとかに使いたいな、はい、ね、例えば花粉症じゃなくてダイエットとかでも糖質制限考えてるって人がいるんであれば、はい、例えば先に野菜から食べちゃうとかね。あ、なるほど。キャベツとか食べると結構お腹膨れたりしますよね。できればそのキャベツとかね、まあ、あったかいスープ状にしてあげてるとかね、はは、要は温めてあげると内臓がやっぱし緩むんで、はい、栄養も吸収しやすくなりますし、はは、あとやっぱし、ね、体が温まるとそれだけでも満足感っていうものがあるんで、はい、少量でも十分、ね、はい、なんか食べた気になるんで。なるほどです、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、他にも、そうですね、花粉症の人とかで、何ですかね、これ食べといた方がいいよとかっていうものとかってあったりしますかね。これ食べといた方がいいっていうのは特に、あ、でもある一つ挙げるとしたら、はい、私ビタミン C かな。あ、いろいろあるんですよ。当然ミネラルとかビタミン類は全部取っといた方がいいんですけど、はい、その中で一番を挙げるんであれば、まあ、ビタミン C かな。栄養としては。そうですね。あれは抗酸化作用が強いんで、炎症を起こしている体の、ね、酸化状態を減らしてくれるんで。あ、うん、ということは、あ、でも果物だと糖質になっちゃうのかな。まあ、そうですね。でも、例えばあの、はい、酸味の強いレモンとかあるじゃないですか。はいはい、例えばあの、サラダにレモンを半分絞りかけるとか。はい、あとライムとかね、はい、なるほど、すごい酸っぱいっていうのはやっぱりビタミンが多いってことですから、はい、なるほどです。そうですね、はい、いや、あの何でしたっけね、花粉症の時期とかになると例えば天茶とか、はい、あの効くよっていう食品があるものでそういうのがあるのかなと。まあそうですね、まあ確かにそういうお茶とかもいいのかもしれないんですけど、はい、やっぱり一番はその
元から変えるってことですかね。元から変えるっていう体の体質をね変えていかなきゃいけないんで、はい、その時だけ症状が軽くなったとしてもね、はい、あんまりやっぱし意味がないんですよ。花粉症ってアレルギーですもんね。免疫反応の誤作動じゃないですけど、ですからそれをねやっぱし、はい、どこかで止めてあげないと、はい、やっぱしその免疫反応の暴走がね、はい、まあ、花粉症だからいいってわけじゃないけど、はい、例えば他のところに出てきちゃったりとかね、はい、する場合も、うん、困りますからね、はい、大変ですもんね、はい、ありがとうございました。はい、はい、南鍼灸院は千葉県船橋市習志野台 2-32-1 山口ビル101山口ビル101南鍼灸院にて、開業しております。で、ご予約の際は、お問い合わせをお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。